丸石たちをこの横に詰めていきます。これ何でもいいんです。こうやってこの線路をねうまく操るのが大変なの本当に。よし、チートばかし木炭用意してきたんで、まだ見ぬ土地を求めて突き進め。このワールドの全てを手に入れろ。目標は全バイオームでの建築だ。いざ世界征服クラフト。はい、どうも皆さん、マグリでございます。お元気でいらっしゃいましたでしょうか。ということで世界征服クラフトやっていきたいと思います。丸石を永遠に生み出し続けるこいつ、作らせていただき、こいつで今日たくさん丸石取ったよ。そして今日は大変だった。そんな今日も世界征服をやってまいりまショート、裏作業でございます。もう聞いてくれ。まずこいつめっちゃ活躍した。これ作ってよかったので今日思ったね。今日はですね皆さん、かまどですね、今まで作ったことのないものということで、めちゃくちゃ早いかまど作ってやろうということ、これご覧ください。これちょっとね準備してあるんですけど、一回作って失敗しました。なのでめちゃくちゃいい情報詰まっております。作ろうと思ってる人いないと思うけど結構ややこしいんで、カモン、サクッと決めちゃってくれ。今日はもう完全に皆さんにお見せするつもりでやるから。おお、ほんと来いよ。メガネ禁止、初めてじゃない？初めてじゃないですか。見えねえ、初めてじゃないこれ。はい、ではまあ楽だわ。よし、行くぞ。説明しよう。スペース、まずね横24マス、こっち18マスですのスペースが必要となります。さあここから一番重要なこと言うよ。方角間違えないでください。こういう感じの作り方するんだけど、ご覧いただきましょう。ちょっと潰れてるとこありますけど、イメージとしてこんな感じだと思ってください。ほいで、ウエストが背の高い方で、イーストが黒曜石がある方と覚えててください。つまりウエスト、こちらが背の高い方になります。なので、正面ではないにしろ、そういう感じの作りになることだけ覚えておいてください。つまりですね、この方角を間違えるとですね、今回作ろうとしている機構かなり入り組んだ線路を使ってるんですよ、レールを。だから、方角きちっときちっと作る前に確認してください。はい、24マスのちょうど真ん中を探したいところなんですが、12マス目、向こうからも12マス目がここ。おい！で、12マス目があって、1マス開けて、ティン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 って、これ、3マス置いて、3ブロック、で、7ブロック、で、3×2 を設置するって感じ。これがスタートですね。で、今回先に言っときますけど、半分ずつの作り方になります。で、同じ作り方を右半分にやるっていうようなイメージで、捉えていただければと思います。では、行きましょう。こっから9マス。1、2、3、4、5、6、7、8、9。次ですね、はい、ドロッパーをこうやって置いて、ドロッパーの後ろから7つ1、2、3、4、5、6、7と、はい、ホッパーをつなげて、まあ、ここまでですね。要するにあそこが端っこ、ここにここまでホッパーをつなげてきて、で端っこの2つにこうやってちょっと気になるので、ホッパーの向きを間違えないようにね、こうやってやっておきましょう。1個手前まで持ってきてください。で同じようにこうですね。でその上にですね、かまど、こちら向き8マス追加したと言いましたね。これで8、16、はい、32個ですねの、かまどが今設置されたということになります。横から燃料用のホッパーをつなげていきます。方向だけは皆さん間違えないようにお願いいたします。こうやって間違えましたね今ね。でホッパーはね、間違えて上で潰したりするとね、アイテムは吸収されるので、そこも気をつけましょう。はい、でこうなりましたね。さあここでめちゃくちゃ大事な話、2つ目、さっき言った方角依存と、次の、ポイントを押さえればですね、失敗することはないと思います。はい、用意した木炭、つまり今後このかまどでずっと使うであろう燃料を用意してください。かまどに燃料を追加していく、これは後でこの上にいろいろと作っていくので、アイテムがもし落ちてしまってもここに入らないようにするための配慮です。先に入れておきましょう。オーケー、32入りました。それで
この横から入ってるこのホッパーはですね、燃料を入れる供給する部分ですね、そこももう今回閉じてしまいましょう。でやり方なんですけど、本当は全部こうやって埋めたいところなんですが、ここの4種類だけは別のやつで代用していきたいと思います。木炭の節約です。64連作るのに驚きの数字8192個の木炭が必要ということになり、裏で準備させていただきました。なので真似するか、みんながね真似しやすいかと言われるとそうでもないのであれなんですけど、もしね作る方がいればぜひ参考にしていただきたい。はい、炭が全部入ったら、今回まさに昨日の動画で作った丸石製造機でできた丸石たちをこの横に詰めていきます。これ何でもいいんです。要するに1スタック64個、になるものを絶対に入れていってください。まあ、ちなみに今回私は、何も考えずに丸石を用意することができたので、こうやってやってますけど、あのね、この要するに燃料がなくなったって感知するための機構がコンパレーターなんですよ。でこうやって入ってる必要があるんですね。だからこれ全部が全部入れなくてもいいかもしれない。もしかしたらこことかは剣とかでもいいかもしれないですね。はい、ただそこは確信ではないので、皆様はですね、僕の真似をするか、ご自身で、サバイバル、クリエとかで検証されるかしてからの方が確実なので、はい、よろしくお願いいたします。とりあえず私は素直に適当なブロックを詰め込んでいきたいと思います。はい、詰め込むことができました。では作業の続きいこう。ドロッパーの方にですね、ブロックを置いていきます。ここまでですね。このホッパーの隣までブロック置きまして、次はこの上、間違えないようにね。 OK です。で次はこのドロッパーから動力をコンパレーターで取る。コンパレーターの上にオブザーバー、ブロック、粘着ピストンなんか挟んで、このようにオブゼーブで、次は下からオブゼーブ、これでここに何かが入れば発射されます。次はこうやって、ガラスを置いて、こうかな、 1,2,3,4,5,6 いって、3いって 1,2,3,4 ですね。でここが、はい、水流になる場所ですね。でこうこうでこうこう、当然、ハーフブロック。で次に、こうして、こうして、ハーフブロック置いて、ガラス。で次は、こう回ってきて、ブロックで、このホッパー、上のホッパーのところをこうやってつなげます。で、こっちから、2つブロック置いて、レッドストーンブロックをね、2つ重ねる、重ねまして、下から見るところ、空いてるところをこうやってブロックを設置していくっていう感じですね。でこの真ん中、3つ出てる方の真ん中にこうブロックを置いて、こうやってこれまたこう置いて、もうこの辺は全部取っちゃう。こうして3つ上りまして、で今度ねこちら側潜ってね、この順番もね割と大事だったりする。でハーフブロックを設置して、ここにレッドストーンブロックを設置する。レッドストーンブロックが重なる感じになりますね。ここもここの下、はい、ここもレッドストーンブロックなんでね、こんな感じでございます。コンパレーターをこうやって設置します。まあまあもうこんな感じでね。次がリピーターですね。初めてのリピーターですね。ここにオブザーバーですね。はい、顔を下向けでいいです。で粘着ピストン、で蜂蜜ブロックです。ここで粘着ピストンの上ブロック、そして黒曜石、黒曜石隣にも、あ落ちちゃったけど設置して、下降りたからついでにちょっと動かしてみるか。あのね、ここにアイテムが入ってるでしょ、ホッパーの中に。でそれをこうやって感知しますね。さっき言ったやつですね。でここに、はい、トーチを設置する。トーチ消える。じゃあ動力はいかない。でこうすると動力は行くんだけど、あこれまだ組んでないから大丈夫か。まあ、こういうことですね。これ、例えばこうちょっと減ったらこう動き出すみたいな、まあ、そんな感じなんですよ。で今はここから引っ張り出しておいてください。最後にまた入れます。なので分かりやすいようにこの、すっからかんの箱の下の方にですね、避けておきたいと思います。このチェストが炭を配るチェストですね。炭を配る、ためのチェストでございます。はい、つなげて、ディテクターですね。で、このディテクターは、こうやって上に上げてください。あとは取っちゃってください。
こうやってこの線路をねうまく操るのが大変なの本当に。さあ夜ですが、反対側この、水路の方に来て、ここのブロックから4つ上げて、2つ目に置いて、ここに適当なブロックで、はい、こうやって設置していただいて、トラップドアをこうしておいて、なんか適当にブロック置いて、ここにも設置していただいて、これを取ります。なんとなく向き揃えとこうかな別に一緒なんだけどな。これだから半分作ってるから、本当だ、完成になるとこうなる感じだよな。で次はここの上に来て、この端っこですね、この端っこ、さっき4つ上げたとこで、隣に1個上げて、でここにブロック置いて、もう1個置いて、ややこしい説明の仕方で悪いんだけど、もう1個置いた隣に、粘着ピストン、うん、でもうほんとよくね、このレッドストーンブロックが出てくるのよ。で、こうして、ここになんかブロック置いて、下からブロック当てて、でこっちにも当てて、ここは取っちゃいます。こんな感じですね。ほいで、ちょっとここからややこしいのが、コンパレーターをですね、ここのトラップドアの上に、置きます。こういう感じですね。こういう感じ、トラップドアに置くことでですね、下をねトロッコが走れるっていうのはね、天才ですわ。でリピーターの上にチェストで、裏に回ってお仕置きを、いや違うこうね、ハーパー、あそこからソウルサンドでアイテムが上がってきて、ここで回収して、これだから要するに焼き上がったものがここに入ってくるってことです。でここのスペースに向こう向きのコンパレーターです。でそのコンパレーターはチェストの中身を、間違えたね、よいしょ、あ返せ、よっしゃ返してもらった。で例のごとくこのフェンスゲートをここに設置します。ここは焼きたいものを入れる場所です。はい、焼きたいものを入れる場所で、こっち来て、なんか適当なブロックで、ここでねハーフブロックまた使いましょう。ハーフブロックやらね、トラップドアやら、本当にレールのねポテンシャルを最大限にねこう生かしていくようなですね、作りになっております。でこうやって、で次はこうまた1マス下げたハーフブロックですね。でもう一個こっちか、で次またこうか、でこの、ハーフブロックに今度トラップドアですねちゃんと意味があるんだこのトラップドアに。ここから動力で2個置いて、こうしてリピーター、はい、2つ置いてください。向きは間違えないように、もうこれいいな、もうこれいいな、取ります。こっちの方がみんなも見やすいだろ。もうねホッパーの向き間違えてないのもう確認済みだから。さっきね、あここ取っちゃって、1回取って、ここをハーフブロックの上に置いたトラップドアのところあるでしょ、ここにはってリピーター2つ置いてください。でここ戻して、ここ適当なブロック置いて、粘着ピストン下向き、あれは取る。でレッドストーンブロックからのリピーター登ってって、こうですね。これ半分な作り方してるからちょっと変に気持ち悪いんですけど私もね完璧に覚えてね、両方同時に作るねチュートリアルをね、やれればよかったんですが、すいません、半分でお許しください、一番上まで上がりまして半分に割れてる。本当はだからガラスがこう、流れていくわけですね。なんて作り方だこれ、本当申し訳ないわ、でこうやって、よし、ほほほ、はい、このようにトラップドアを上に、設置してください。蓋ですね。で、これの下には階段です。で開け閉めができるようにしましょう。はい、次はこれね、一応念のために順番通りやっとくんだけど、要するにですね、ここに一番どっかのタイミングで置いたやつがあるんだけど忘れてた、どっかのタイミングで置いたやつがあるんだけど、それの列にこういう感じで全部、置いてもらって、はい、ちゃんとこの土は回収しましょう。ね、こういう時にここにこれが入ってるから土が入り込まなくて済むんです。これ大事、はい、動力です。これでレールの動力を賄いましょう。で次はね、こっからつなげていきます。同じようにやってください。いや本当レールはね置き方でだいぶ変わってくるから、今回ね一回失敗して学んだわ、本当に学んだ。
はい、ここまでつなげて、で入る、で、あ、こうですね、下側にでぐるっと回って、こうつなげると上につながるんです。上に上がるんですね。で上に上がって、ここからバーンとかで行くようになるっていうね、ここに帰ってくるってタイプのやつですね。燃料が減ったなっていうのを感知して、感知するのはここね、これね、まだ今入れてないけど、あそこで、動力が出発、ここからトロッコが出発し、ピューって帰ってきて、最終的にぐるーんってここに帰って、またこのトラップドアが閉じて、OK になるっていうやつだ。入れとこ、はい、トラップドア閉じてます。で、なんかちょっとでも減ったら、ちょっとでも減ったら、はい、そういうこと、そういうこと。さて、こっからがね、私は前回作った時失敗した、大きく失敗した場所なんだけど、ここからスタートしましょう。要するにこのレールはですね、燃料じゃなくて焼くものを運ぶ場所になりまして、こっからちょっと置いていくんだけど、いきますよ、同じようにやってくださいね。で、ここで曲がって、これがややこしいんだ。こうです。違います。ああ、取られた。どこ？よし。難しいでしょ、難しいでしょ。難しいんだよ。本当に難しい。よし、いった。はい、こうなったら、ここまで行って、次に、こうです。ごめん。次に、こう、こうです。はい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 。こうなったら正解。こうならなかったんだ、さっき。やっぱ、方向移動どうしてもあって、ならなかったの。ゲボ吐いたわ。はい、でこのまま、こっち進んでいきましょう。ここまで作ったのにってなったわ。で曲がる、でこうなるでしょ。これもね、とてつもなくね大変で、こうして、よいしょ、こうするでしょ。でここをもう一回、ほらほらほら、潰したりするとこうやってね、カバンの中入っていっちゃう。それも鬱陶しいでしょ、それも鬱陶しいんだよ。で、こうでしょ、で違うでしょ、こう潰したら先こっちつなげて、こうだな。で、ここも肝心で、こうなるんですよ、皆さんご覧いただいたように、だから先こっちつなげちゃって、ここに登ってこう設置してください。で、こうです。うん、で、はい、レール曲げて、こう曲げてくださいね、曲げるの大事よ。それで、こうこうこう、ここまっすぐになってもらわないと。よし、こうだ。うぅ、なった、よかった。うわー、よかった。これがならんかったんす、さっき。よかった、やっぱ方向ですわ、皆さん。はい、もうこっからはね、こういう感じで、一番最後がディテクターで適当にブロック出して、何でもいいからレール引いてあげると。うん、でこうやって上にちょっと上げてあげるんですね。うん、一緒ですよね。トロッコが引っかかるようになるためのやつですね。はい、実はですね、皆さん、これで半分完成いたしました半分が完成いたしました。本当にこのレールのこの流れだけは本当に、みんなね、ちゃんとしてほしい。あ、でね、チェックなんだけど、ここでこうやって一個上げたじゃないですか、最後。同時にですね、ここのさっきね、やったーって僕が喜んでたところ、上に上がってなかったと思うんです。これ上がってるんですよ。これで正解です。これで正解の上がってて正解なんで、安心してください。さあ、それではね、この半分もう全部リプちゃんでぶっ飛ばしていきたいと思います。リプちゃん、あとは任した。どうせ向こうでやんねやろ、あれ言ってこいや。メガネないからか、疲れるわ。半分また作りました。こっから水流す、でこっから水流す、でまたそこ流すんだけど、でここ開けて、こことここ、で、こっちにもこう水流を作っておいて、のごとく全部水源にしちゃっていいのかな。うん、ここまでやっちゃっていいのかな。うん、ういで根元かっさらーい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 。はい、でここに入ってるでしょ。
歩きやすいように置くんだってこれ。はい、これで OK かな。もうそうなんだよ。あとホッパートロッコの設置なんだけど、これもまたね大事。あのね、こうホッパートロッコの置き方が重要でありまして、よし、チートばかし木炭用意してきたんで、これをですね、こう燃料箱に入れるとですね、でちょこっとだけ減らしますね、1個だけ減らすんですね。はい、1個だけ減らして、ハニーブロックとこれをですね1個前にずらすというか、本来あるべき場所にこう動かす感じですね。こう1個前に出すんですね。この状態で皆さん、パパッて置きます。パパッてパッて失敗です。焼けんの。はい、いってらっしゃい。要するに少なくなったら補給していくみたいな。はい、ことになってくれるはずなんだ。あー、引っかかった引っかかった引っかかった。開けちゃった、自分で開けちゃった。今自分で開けちゃった。バカ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 。多分あとは木を大量に焼いて、ここを木炭でいっぱいにしてあげればいいと思います。はい、こっちは燃料供給側はこれで OK。 次です。次はですね、ホッパートロッコを下に回ってここです。こことここに設置しましょう。これでね、準備完了であります。焼きたいものを投入すれば、よいしょ、いきますよ皆さん。でここにアイテムを入れると、はい、発射します。すごいのがですね、なんとですね、驚くべきことにですね、皆さん32個のアイテムをね、32個のアイテムをね、あ、来た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 、同時に持っていくのよ。はいはいはい、ほらほらほら、早くない？早いよね。もう焼けたやつも早速こっち持ってっちゃうからね。もう早速配ってもらうからね。ちょっと左右で動き違っちゃってるけど、これ邪魔したのかな私。これまあまあ早いな、まあまあ早いな、ちゅうかね、早いな、まあまあ早いな、じゃない、早い。だから32個のかまどに対してやってるから、1個のホッパーでの2系統ではあるんだけど、早い、上がってくるのが早い。10スタックあっという間ですね。これだからゴリゴリ焼いちゃって、もうもう燃料ここ満タンにしててもいいかもね。もうちょっと焼いてみていい？これぐらいいいだろ焼いても。さあ、動きをご覧ください。いきまーす。すごい、32個持って動くんですよ彼ら。あ、もう音しなくなっちゃった。レールのトロッコの音しなくなっちゃった。トロッコの音全くしなくなっちゃった。はい、2つとも、行っております。で、ここのね、木炭をね見ててくださいよ。いきますよ。ここいっぱいにするでしょ。そうすると出発していきます。出発していきます。おいで、帰ってきて、まだ出発します。なんでならまだ足りてないからで。あー、帰ってきた帰ってきた。あ、帰ってきた帰ってきた。はい、もう燃料は足りてるから、もう出発しません。うまくいったよ。はい、ということでですね、スーパーファスト超スピードのやつできたよー。カマドーマー、カマドーマっていう虫いましたよね。はい、イエーイ。はい、みんなもあれだったら真似してみ、結構大変。方角と元となる燃料の量を揃えるの大変。うちは揃ってるからこれ綺麗に動いてるけど、
作るなら気をつけてくれ。見えん。Hold on.